もう気にしないでください。そう、ちょっとね、最近寒くて、ちょっと、はい、風邪をひいちゃったんですけど、ね、もう気にしないでください。もう、気にしないでください。<laughs> はい、そうです。 <laughs> そう皆さん今日あのー、ゆいのなんかちょっとここあっゆいちゃんここ変わったなみたいなところ気づいてくれますか <laughs> ゆいちゃんあここ今日いつもと違うかもみたいな。 そう。今日はちょっとだけ頭良くなったは違いますね。すいません。ああ、リップ、そう、リップも実は変えたんですよ。そう、最近コスメ集めるのハマってて。そう、でも、でも、それじゃなくて、また別で。そう、違う。いつもと違うことがあるんですけど。 そうあすごいそう実は髪型を髪型変えましたいえかみは変えてないけどあのサラサラにね今日はしてみましたどうですかもうね今日そう見てサラサラでない <laughs> じゃんどうですか もうあ,のあんなポニーテールをぶん回してるもういじゃないよ <laughs> そうほら見てじゃーんもう今触ってほしいみんなにそうもうねサラサラだしツヤツヤだしそうなんですよあのもうしかもちょっとあのなんていうの毛量も少なくしてもらって していただいて、だいぶ薄くなりました。じゃーん。どうですか。そう、髪の毛をすきました。ポニーテールやる、やりますよ。もちろんやるけど。そう。今日はすいてみました。髪。うん。どうですか。そう、すごいでしょう。 これをね、早くあのー、現地で見せたいんですけど面白い女嬉しいごめん先生ありがとうございますすごいでしょもう今日これを早くあのー、みんなさんに自慢したくてそうそうなんですよあ山内さん タワーありがとうございます。いつもねくださいますよね。山おじさん、いつもありがとうございます。もういつもくれる山おじさんさんありがとうございます。はい、ということで。あ、夏目さん、ゆいちゃんとゆいちゃんと同い年で同い年15歳ですか？すごい！ 試し会制服に行こうと思ってるんですけど制服着る日ありますかはい今日ね制服着る日は私ちょっとあのコーデの話しちゃおうかなはいコーデのお話をするとちょっと一つ一つ言っていきますねえっとまずツーショット撮影会もう初めてだからさもう とにかく楽しみだなってねいう。もうコーデは決まってるんですけど、まず11月23日が初めての写真会で、あまあまコーデ。あまあまコーデですよ。もう皆さんこれは、あまあまコーデ見たいですよね。私の。もちろん。<laughs> 皆さん、あ、言うの、甘いコーデしてる。 姿見たいですよねもちろんなので見たいよっていう方はもう来ましょう私のところに一番に私のところに来ましょうはい来てください絶対に <laughs> 絶対に来てくださいでえっ、ー、とその2つあ次の日の24日がダズリンコーデ結衣の 大好きなダズリンコーデです。いやそうなんですよ。ダズリンコーデね。ダズリンですよ。もうあのユイユイさんがあのモデルを前やってらっしゃったやつダズリンで、そう私もお話し会の時に何回か着させていただいてるんですけど、そう,そうダズリンというブランドがあって見たいですよね。 見たいでしょねえ、見たいでしょ <laughs> そうなんですよ。はい。ねちょっとそんな感じで皆さん来てください。で、えっ、ー、と、12月14日、クリスマスデートコーデ。クリスマスデートコーデ。いやー、あのー、皆さん、ゆいと、 デートしてくれますか。<laughs> はずなんかはずそうゆいとゆいとデートしてくれないんですかクリスマスクリスマスじゃないけどはい <laughs> 行きたい。やった。来てくださいよ。<laughs> 親子に見える大丈夫、大丈夫。親子に見えないです。大丈夫です。はいは。大丈夫です。親子に見えないですよ。大丈夫です。はい。大丈夫。大丈夫です。で、本当になんかちょっと、なんだろうな、おすすめポイントは、ちょっとね、やっぱり、 いつもと違った、大人ポっぽい大人大人な感じがおすすめですねはい、はい、で次の日のサンタドレスコーデなんですけどそうサンタドレスコーデこれめっちゃ私多分おすすめ日にしてたと思うんですけど めっちゃおす,すめあのねなんだろううんもうそのままサンタのドレスって感じそうドレスですよもうねめちゃくちゃ可愛いサンタさんのドレスを見つけたのでそれを着ていこうかなと思うんですけど元にねえー、なんだろうサンタさんの えっとドレスバージョンみたいな感じ。そう。お姫様っていう感じです。そう。あの、写真見た,見た時に、あこれだと思って、そう。それにしました。もう、これはね、絶対来てほしい。12月15日。はい。ぜひ、これの12月15日、来てほしいなって思います。まあ、全部来てほしいんですけど。で、 1>, えーっと1月18日が当日のお楽しみコーデということでえー、っともうその日のお楽しみってしか言えないんですけどそうお楽しみお楽しみコーデですうん <laughs> もうなんだろうなっていうあの気分でそう見に来てくださいもうこれは もう楽しみにね。してきてください。はい。もうはい。決まってるんですけど来てください。はいで、次が1月19日ベレー帽。そう、ベレー帽ベレー帽です。<laughs> え、しこ,これなにこれお元気？すごい！正門さんありがとうございます。そう！ ベレー帽初めてですお話し会でベレー帽をするのはそうなんかねベレー帽っていうのをあぶりベレー帽をかぶりますっていうのをあの宣伝した時になんかすごいベレー帽待ってましたみたいなコメントとか言ってくださるファンの方が多くてベレー帽ベレー帽はベレー帽っていうのはなんかね難しいな。 なんか、帽子 <laughs>。説明がゆい下手くそすぎてあれなんですけど、帽子です。はい。ベレー帽をかぶります。なので、初めてなので皆さん見に来てください。お願いします。で、あ、これでツーショットサイン会、ツーショットサイン会で、次はオンラインなんですけど、あの、 オンラインの12月21日はゆいゆいさんのお下がりコーデ。わーい。えっとオンラインですね。ゆいゆいさんのお下がりコーデ。あのゆいゆいマーケットみたいなやつで私が前2着も持ってもういっぱい持って帰りなって言われたのでゆいゆいさんが昔着ていた洋服をもらっていただいてそう。 持って帰ったんですけどそうなんですそのいただいた洋服を着ようかなって思いますそう大好きユイユイさんユイユイさんもうこれだからうもうこの日もすごい楽しみです皆さん来てくださいお願いしますそしてえー、と12月22日はサンタコスプレ サンタコスですサンタコスそうこの日がもうすぐでクリスマスということでねここはもうサンタさんのコスプレしますはいサンタドレスコーデあの2回目のクリスマスコーデなんですけど、はい、あのサンタもうクリスマス一緒に過ごしましょうファンの人ファンの方たち 一緒に過ごしましょうぜひ <laughs> お願いしますえーでもえっとえーでも全部おすすめなんですよ全部おすすめでえー、そう全部なんかねサンタドレスはもうなんかサンタさんっていうよりかはなんかお姫様みたいな感じであんまりそう クリスマスまあクリスマス感じれるんですけどどちらかというとなんか冬が始まるなぁみたいな感じでも説明下手くそすぎるよどうしようどうしようまあという感じでえっ、ー、と22日はさていう感じですねあっそういえばそうだよみんな聞いてあのコーデといえば見てみて今日 私これ着ましたやっと自分で描いた猫の T シャツ着ました名前は決めてないけどそう初めて初めて着ましたどうですかそう懐かしいアップティーかなの時にそう猫そうこれを今日は着てますそう初めて多分ショールームで きましたじゃーんいいでしょう買ったよって嬉しいやったそう握手会でねあの,あのたくさんこれ来てくださってるファンの皆さん多くてめっちゃ嬉しいですえっ コンビニ行く時着てますええー、嬉しいえこれでコンビニ行くんですかやったーえすごいなんかゆいあんまりこの猫でコンビニやったー嬉しい <laughs> えこれでゆいもじゃあ今度はこれの T シャツ着てコンビニ行ってみますありがとうございますうん <laughs> そうあでもそうですよこれはねジム行く時来てますかえやったーいやすごいなんかあのなんか嬉しいめっちゃ嬉しいですでもあのなんかもうちょっとねちょっとあの後悔したのがここの猫のここら辺とかに何かチークとか入れればよかったなって思いましたはい。 この辺に顔、ね、ほっぺたのところにそう着ればよかったかなって思ってますそうなんですよチーク <laughs> シンプルな方が可愛いかもえー、嘘チークは大丈夫だったかなチークは大丈夫か 皆さんも、はい。ぜひ、これ来てください。ねえ、っていう感じで、そうなんですよ。だって、すごい、なんかさ、ごめん、なんでもないです。髪の毛が嬉しいなと思って。嬉 <laughs> しい。そうなんですよ。えー、今、なんだろう。 18期ごめんめっちゃ話しかありますねえー、なんか今18期って何してるんだろうって思います <laughs> めっちゃごめんなさいめっちゃ話しかあります18期何してるんだろうあああれかあずかすみが出張公演 ですねそうだみんな今どこにいるんだっけ岡山だ岡山やったえそういえばさあれだゆいもあのー、あさってにあさってあれだ大阪と奈良と行ってきます久保久保ひなのはひなのはね ひなの多分マーラータン食べてるんじゃないかな <laughs> 多分マーラータン最近ハマってるって言ってたのでひなのはマーラータン食べてると思います <laughs> そう最近まあ本当にねひなのと会うたびにずっとマーラータンしかの話しかしてないうん そう。今日は出張公演えー、出張公演いいな楽しいですよねもう家ももうすぐなんですけど。今何の曲してるんだろう <laughs> 今何の曲してるのかなとかめっちゃいい,い,い本当にめっちゃ考えちゃうんですよそういうのそう今出張公演の人たちは何の曲してるんだろうなとかめっちゃ考えちゃう。 終盤らへんかそうだそうだそろそろ終わる頃かええー、もうみんなに会いたいえそうあれみあのね18期で流行らせたいハッシュタグがあってあのハッシュタグ18期って18期18期ってやっぱ18期って ややっぱ18期やなだああそ,そうあの昨日ゆなとゆめみのショールームで話してるのを見ていいなって思ったやっぱ18期やなこれだそうこのそれがめっちゃいいなと思ってうん <coughs> そう、昨日ちょっとゆいも配信見てたんですけど本人ですよあのねあのー、あのー、そう見てましたそうやっぱ18期やなあのすごいあサイが X にめっちゃ18期の写真をゆめみも動画を載せてくれててめっちゃ感動したそうで昨日ね配信で配信でなんか 人狼の話を多分ユナとひむみが言ってたんですけどあのあのねなんだっけあのそう18期でいつも人狼あミラーボールありがとうございます <laughs> これはかんないそうであのえっと18期で人狼をやった時にあのね 開始5秒でこれはユイだねみたいなこれはユイだねって絶対誰かが言ってきてまだ話してもないのにこれユイ人狼だねみたいなそうもう普通にユイなんら人狼に、ね、なったことないんですよそうユイずっと市民でもう一番平和なのにすぐ「これはユ一じゃん,ん」もう私それですぐね あのすぐさんか、うん、でもいえいえい自分で言うのもあれなんですけどめっちゃ嘘つくの下手くそでなんかそう人狼昔ねなんかね学校とかで人狼やってた時に自分が人狼だったんですよ。で,でもどうしても隠そうって思いすぎて逆になんか態度に出ちゃってた僕ってなんか。 みたいな <laughs> そうそうそれでだからねでもそうでも逆に18期の時市民有意市民だから全然そんな態度とってないのにみんなゆいそうなのよすぐすぐ疑われるんだからだからね 説得す,るんですよ。ああ、すぐそうやってユイをあのユイに投票したがるっていうことは結局「人狼でしょ?」ってユイも頑張って反論するんですよねゲームだからえそんなすぐユイを責めるってことはみたいなだけどそうすぐやられますユイが。 そうなんですよで結局最後まで残ったユナが人狼だったっていう,うまあ、本当に今度動画撮ってきますね <laughs> 動画撮っときます18期で人狼をした時そうそうなんですよユ衣 <laughs> がすぐ人狼だって言われるから皆さん応援してください応援して,していてください <laughs> お願いします。うん。うん。ミラーボールありがとうございます。そうでねっていう人狼の話をしていってっていう感じでした。そうでさなんだっけそうだみんなにね見せたいものがあって。 <laughs> みんなに見せたいものがあって、じゃーん。これ。アンレイムのアクスタと、あとね、キーホルダーそう。お菓子じゃないです。そう、お菓子じゃないんですよ。お菓子じゃないんですけど、そう。お菓子じゃない。 お菓子じゃない、そう、アンレイムの、待ってね、開ける。あの、アクスタと、見て、そ、こ,こにこうやってあって、おいしそうは違うよ。おいしそうは違いますけど。じゃあ、かわいいでしょ <laughs> ちっちゃいちょ,っとちょっとちっちゃいかも反射で見えるかなそうゆいのねあのキラキラチューンの衣装の時の <laughs> そうやつとそうねあとはこっちの方のこれを皆さんリュックとかバッグとかにつけてあのお仕事行ったりとかしてくださいこれゆいもめっちゃあれなんですよ 好きでずっと飾ってるんですけどいいでしょうこれそうめっちゃね好きで皆さんこれ2つともゲットしてくださいお願いしますアンレームの公式サイトからお願いしますじゃーんはい っていう感じでした <laughs> でえーっとあそっか売り切れてたのかこっちはそうだそうだはいあ違うよもうあれ <laughs> 待って終わっちゃった そうだ、でもねこれたくさん飾ってくださいおうちお願いしますでうーん最近のなんか話をするとしたらあのあれだねいそうだ岩手と秋田の公園出張公園に行ったんですけどその中でも あの秋田の秋田秋田公園が終わってあのみんなでご飯食べたんですよもう本当にメンバーの皆さんでその時にコッパ餅を食べてあコッパああ違うコッパ餅じゃないなんだろうコッパ餅ってじゃあの、ね、あのねきりたんぽですきりたんぽでもあのね握手会の時も たんぽのことを「こっぱもち」って言っちゃうんですよ。ああ今日は間違えないつもりでいたのにああごめんなさいあの <laughs> 違うんですよ「こっぱもち」ってどこから出てきたんだごめんなさい本当にごめんなさいあの「こっぱもち」じゃなくて「きりたんぽ」です。 はい、ごめんなさい。もう気にしいないでください。<laughs> ごめん、もう全然違いますね。コッパおちと木あのあれきりたんすいません。<laughs> あの、昨日のねあ。昨日じゃない？一昨日の握手会でも秋田県に行って何食べたの？ってファンの方があの言ってくださってて。 それで、あ、あの、コッパ餅って言っちゃったの。そのファンの方が、コッパ餅って何みたいな反応で、あ、違う、きりたんぽだってなって、そう、ごめんなさい。すいません。ちょっと、はい。っていう <laughs> 感じなんですけど、ごめんなさいね。気にせんでください。そう、で、コじゃなくて、えっ、ー、と、きりたんぽ。そう、きりたんぽを食べたんですけど、美味しすぎて、なんかね、 なんかいろんな味のコッパももう違うコッパもちじゃなくてあのきりたんぽはいそうきりたんぽを食べたんですけどめっちゃ美味しかったそうであとはあのメンバーみんなでえすごい何これ。 森、え、すごいかわいい。え、すごい蝶々飛んでる、すごい。え、すごい。何。木あるここに。わーい。え、すごい楽しい。待ってね。あ。どこだ。待ってあ。なあラブさん、なあラさん、嬉しい。何。このタワー、可愛いんだけど。え、すごい、ごめんなさい。楽しすぎて。めっちゃ。 触ちゃったごめんなさいすごい森のあ赤ずきんちゃんであってるのかなかわいい嬉しいありがとうございますなわらぶさんいつもありがとうございます嬉しいですかわいい蝶々いっぱいとここに鳥もついてるかわいいありがとうございますコッパ持ちタワーはどういうこと <laughs> コッパ持ちじゃないですよこれはねっていう感じではい でそうでねちょっとさ皆さんにさあのさ言って言いたいことがあるんですよ。そうなんとその本当にねあの秋田公演の時にねみんなでなまはげヘアをしたりとかして本当に楽しかったっていうそう <laughs> お話です。そう でも私はひあのポニーテールだったんですよ出張公演の時にだからみんなはすごいあの髪とかおろしててこうこうやって結んでたんですけどそうこうやってねあの鬼の角みたいな髪型そうだけど私はポニーテールだからこうポニーテールを結んだまま こうやったからもうおかしくてそうめちゃくちゃあのメンバーの皆さんに「あのゆいち何?」みたいなことをなんか言ってくださって嬉しかったそう一人だけなんかポニーテールに「生ハゲ」みたいなそうおかしかったけど面白かったですなんかね私も最初はずっと 先輩のの皆さんが生ハゲヘアなな気づかなくてパッて顔を上げたらもう楽屋中に生ハゲがいっぱいいるんですよそうえっと思ってもういろんな先輩方が生ハゲヘアやってたから面白かったなと思ってそうすごいもうめっちゃ爆笑しました楽屋の中でそう本当にもうもう皆さん鬼になっててめっちゃいいけん 経験だなそうあとねあれなんだよ、本当にねユイのね大好きなユイユイさんねユイユイさんユイユイさんとあの二日間ですごい仲良くなれた気がする、えすごい結婚してってヒラピーちょっと考えてきますありがとうございますそうそうユイユイさんと仲良くなれたんですよ。 でね、あのう嬉しかったことがこのあのー、昨日の昨日昨日じゃないあのー、お一昨日の東京握手会の時にメイクしてる時も「ゆいち」って送りゆいさんゆいさんがあの、喋りかけてきてくださったりそうなんかあの2日間ですごい仲良くなれたなーって思いましたうん。 あとあの岩手公園が終わってから岩手公園が終わってバスで移動してたんですけどそこであの私があのチョコアイスを食べてたんですよでチョコアイスの後になんかポテトチップスを食べてたんですねそ,うその様子をあのゆいゆいさんに多分見られていてそうそうなんですよ 動画もあのー、そう撮ったんだよって報告してきてくれて <laughs> 嬉しかったまさかゆいがチョコアイス食べた後にポテトチップスを食べてたところを見られてたと思ってなくて <laughs> めっちゃびっくりしましたそうなんです <laughs> でもねあのー、もっと 実はもっと食べてたんだっていうことを話していいですかあのあのねまだ多分実は食べた順で言うとまずチョコレートアイスでしょでチョコレートアイス終わって、まあ、ポテトチップス食べましたでその後に実はあと一個あのチョコレートのなんかパンみたいなアイスを買ってて。 そうチョコレートのパンを買い,買いました食べましたでホテルに着いてそのホテルの中で春雨スープ食べました <laughs> もう食べ過ぎ食べ過ぎました、はい、もちろん全部完食そうですでしかもねあのあなんだろう え秋田公演が終わってからあのご飯コッパぱ餅食べたってさっき言ったじゃないですかでそのご飯いっぱいもう本当に尋常じゃないほど食べたんですよその時ももう唐揚げだったりとかポテトフライだったりとか <laughs> そう食べちゃって <laughs> ミラーボールありがとうございます はいもう食べ過ぎたんですよ。だけどあの,あのそのあのご飯食べてる時にゆいゆいさんにあのおすすめのなんか健康茶健康なお茶を紹介してもらって「それ飲みなよ」って言われたのでそれをそのわあのあのこあれあれ。 えーとっととととときりたんぽそうきりたんぽを食べ終わった後に飲みましたそうそうゆえが食べ過ぎちゃってるのをあとゆいりさん村山ゆいりさんもとかも先輩方もすごいあの食べ過ぎてるゆいを心配してくださって、うん、すいません っていうそう本当にに長くなれましたであとはでねあのホテルでかすみの部屋にいたんですけどかすみと一緒にねかすみの部屋に行ってかすみと寝たいなって言ったんですよ次の日も朝早かったからかすみの部屋で一緒に寝たいんだけどなって言ったら もうめっちゃくちゃ断られるんですよ嫌だみたいなそうめっちゃ嫌みたいなことをそう結がずっと夜でも騒がしい騒がしいというかあのいろいろかすみにしゃべりかけたりとかするのを多分かすみが分かっててめっちゃ断られちゃったでも そうでもかすみはでもゆいの部屋も来てくれたしいつもはねかすみがいっぱいあの、ゆいに甘えて来てくれるのにその日は一緒に寝てくれませんでしたあっそうマジで寝かせて言いそう言いそう確かに。 マジで寝かせてって言ってるかすみ想像つく <laughs> 想像つきますよねでもねかすみってねほんでもかすみに限らず18期ってめちゃくちゃ面倒見いいんですよね <laughs> 面倒見いいんですよね <laughs> っていうお話でしたでそうそうその次の日はアンレームでそのイベントもやらせていただいて途中でね企画で TikTok メドレーをやらせていただいたりとかゆいはえっ、ー、とミリアイさんのハイファイブ とあとはあのル s ラフィムさんの「クレイジー」を踊りましたそうなんですよ他のメンバーのなんか初めてそのィックドックのダンスを踊っている様子見たのでめっちゃ嬉しかったそうなんですよでなんんか皆さんさぜひ あの踊ってほしいなっていう曲があったら今あのたくさん参考にしたいな今そうそうですね石井蘭さんのダンスめっちゃ好きで何が何がいいんだろう なるほどちょっと参考にしちゃおうかな待ってあったこれだハチノスダンスあっそうだよねえそうだハチノスダンスそうだハチノスダンスハチノスダンスを踊ろうかなあの神奈川のコンサート若手ツアーでやらせていただいた時に18期でハチノスダンスをやったんですよ 見なさいね家がそハチの巣ダンスをやってこの前の東京握手東京握手会の時にエイトの皆さんがやっていたのを見てもう家もずっと横からこうやって見てた結にかけて十18期。 みんな見てましためっちゃかっこよくてまたじゃあハチノスダンスハチノスダンス踊ろう <laughs> ハチノスダンスもすごい大好きなんでちょっとじゃあこれねハチノスダンスハチノスダンスとかあとは何だろうな何踊ろうノーエイマン確かに踊りたい。 いや,やばんね、なるほどね。すごい。制服の羽、確かに <coughs>。あ、そうだよ。涙の表面張力、お披露目ぶりだ。懐かしい。それ、確かにやりたいな。いや、なんでも、でもなんでも。 あ、うざね。確かに。え、待って。忘れちゃった。ディアジェーやったら合いそう。ディアジェーやりたーい曲が好きですもん、もうなんか。ディアジェー。ディアジェーやりたいの。ディアジェーね。 めっちゃ好きですめっちゃあの普段もう私聞いてますディアジェふうふうめっちゃ好き好きエスケープエスケープ,ケープなるほどエスケープも確かにじゃ候補に入れるよエスケープねエスケープ エンドロール確かにエンドロールエンドロール,ロールあれだねでもなんかコンサート神奈川のツアーのコンサートの時にあのねえっとみずみんさんとまさいさんとあずとさりーちゃんが本家のほあのもともとの振り付けのちょっとそこに未来はある公演 とまた違ったほの普通の振り付けをされててしててめっちゃ羨ましかったです。なのでエンドロール覚えて踊ろうかな。そうオリジナルすごい踊ってみたかったんです衣装もめっちゃ可愛くて。えすごい何これま待ってたよすごい何可愛いカラフルでお花もありがとうございます。 えー、じゃあエンドロール踊りたいなそうですねでも確かにちょっともうね最近なんかダンスの曲をいっぱい踊りたすぎてそうあのもう何を踊ろうかなってずっと考えてるんですそう <laughs> 確かにネモハモもありですねネモハモいいねネモハモとかあとあれだあれだじゃないあキラキラチューンそうアンレイムじゃキラキラチューンのサビを踊っちゃおうかないくよ待って令和を生きるスーパーマインキラ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 ああポイントいってこうじゃポイントいってこうえっと キラ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 うちらうんふんふんここですねここのあいそれあ嬉しいミラーボールキラ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 うちらうんふんふんそこ好き <laughs>

気づきましたかあの「キラ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 うちらー」で私だけこれ上からなんですけど他のメンバーは下から上とかすごい振りがね細かいんですけどそうそういうのもあそうダンスの話だあのー、そうそれと「キラキラチューン」とかあとはあのあれだね あの神奈川の時にダンスブリッジもやったんですよ。今その AKB48 公式 TikTok でみんなの最初のソロダンスの動画も載っているんですけど。そうです。実はね、赤い衣装,、ね、赤い衣装でツアーを撮ったんですけど、どうでしたか そう私が実は一番最初に一番最初にあの結構ソロを踊らせていただいてでも自分の好きなダンスを踊れるのめっちゃ嬉しかったです照明もめっちゃかっこよくてはい照明もめっちゃかっこよくてなんか 真ん中にあのスポットライト当たってしかも後ろのなんなモニターに YUI って書いてるんですよそのそういう状況の中で私が一番最初に踊らせていただきましたすごいなめっちゃねでも緊張したんですよリハーサルから。 そうちゃんと自分の納得いくパフォーマンスができるのかなとかそうなんです,すごい緊張したんですけどなんとかなんとかやりきりました惚れたやった惚れてくれましたかそうでも,、ね、でもちょっと自分にちょっとピリ辛なコメント言うんですけど自分にですよ なんかちょっとねまだまだだなって思うのね <laughs> ちょっともう自分全然まだまだなんで頑張ります頑張ります <laughs> そう確かにスポットライトがすごすぎたねそうストイックに行きますよ私は 何な,、ね、な,ならあのお披露目の時の「ネモハモルーマネモハモルーマの時もそうあんまり今,今見てみればあ全然まだまだだなって思いました、まあ、今もなんですけどあ辛口っていうのかピリ辛って言っちゃった。

踊ることができて嬉しかったしスタッフさんとかメンバーの皆さんにもやっぱ制服似合うねって言ってくださって嬉しかったです <laughs> 完璧グーの音シャツ取ったえネモリックさん本当にそう最後にえりこさんがグーの音もでねえぜっていうセリフを あのセリフを言った後に他の布袋さんと川いと私があのバズーカを売って T シャツを投げるっていう演出をやったんですよねそうそうえー、嬉しいその制服はい制服も取ってください私は「二宮のね」っていうセリフが。 そのユニットで一番緊張しました。二軍のね。すごい。あの布袋さんの一群のねとか。可愛い,いの三軍のねとか。えりこさんの四軍のねとかめっちゃもうみんな可愛くて。あ、じゃあミラーボール来たんで。グーのね、出ないグー。へいへいへいとか。あと一番。あの。感動したのが。 あのファンの皆さんが「ゴーゴーレッツゴーロマンス」とか一緒になんか間のなんか掛け声とかをやってくださってめっちゃ聞こえたんですよそれがだからめっちゃ嬉しくて「あー」って思いながら踊ってましたそうなんですロボットダンスみたいな動き可愛かった そうあ,あれか感想グーナナナナナナナ,ナそうなんかこういうなんかポーズするとこがあって確かに私もすごいあそこの振り好きです法定速度のセンターよかったえー、やったーそうですねあの法定速度もセンターでしかも大好きなあ <laughs> ミラーボールありがとうございます大好きなゆいゆいさんのポジションをやってたっていうのがもっと嬉しかったですあ,のあそこ緊張しましたサビの間に「ほていしょくだというせーの」っていう掛け声があったんですけどそこが一番 緊張しましたうんそうであとはなんか感想の時にあの一、ー、つ一人ひでなんか最初ポーズするところとかあとは「ジャカ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 じゃんで私一人だけボックスに立って歌うとことかあったんですけどはい。 なんかそういうのも緊張しました <laughs> 法定速度というせーの <laughs> 楽しかったなそうでもねそうゆうすけちゃんそうなんですよ意外にね法定速度ってハードだなと思ってサビの振り付けとか最初は こっちに行ってこのタイミングで動くけど次はこっちでこの動きでここで進むとかめっちゃタイミングとかが難しくてちょっとだけ苦戦しましたけど楽しかったっちゃうっちゃう。ねあそうだあれだよあとねちょっとまたゆうゆうさんの話に戻っちゃうんですけどそうねあのねこの前の 秋田の時秋田公園の時の VR カメラの上手側左側の方のあの VR ではゆいゆいさんとイチャイチャしてるので見てくださいねっていう宣伝でしたそううん <laughs> <laughs> っていう話でしたごめんなさいめっちゃゆいさんとか。っていう話でした。ゆいちの写メ会行ってええかゆいちの写真会来てください。写真会はいっぱいかわいいかわいい子でするので。ぜひ待ってます。 そうそうだよインスタの回答もねゆいゆいさんだらけだったでもあれは本当なのでこあ小豆運びおもろかったでそうだよ小豆運びのお楽しみ会の時にあの私と日向さんとのんちゃんさんまさかの高一高二高三が揃うっていう スペシャルスペシャル <laughs> はいスペシャルな感じなんですけどめっちゃ楽しかったおすごいペンライトから降ってくれてありがとうございますでもちっちゃかったですよね小豆がそう私も思ってたよりすごいあのあれお豆がちっちゃくて難しいなって思いました あとそれに加えてお昼もお昼じゃないお箸お箸もね滑るし大変だったけどファンの皆さんを応援できてよかったなって思いましたそうひゆかちゃんがこまめって言ったんですよ皆さん小豆のことをねこまめって言ったんですよ 高校3年生のね坂川日かさんがこまめって言ったんですよ。えあれ小豆で会ってますか <laughs> あれあれ小豆で会ってますよね。まさかの一番あの3人の中では年上の坂川日かちゃんが。 なんと「こまめ」って言ってましたかわいかった「ゆいちはちゃんとやめたの?」ってうーんあの実はゆいも一番最初その小豆運びっていうの水木「あっこまめこまめ運びか」って一人でつぶやいてたら。 コーヒーヒいや小豆だって突っ込まれてあそうなんだと思ってびっくりしましたいや漢字得意なんでね漢字得意なんで私まあそうだよねはおかしいまあそうだよねはおかしいですちょっとねたまたま間違えちゃってそう やっぱりもおかしいですよやっぱりって何ですか私ね漢字めちゃくちゃ得意なんですよ <laughs> 実はだってちょっとじゃあ漢字ちょっと書きますね紙にちょっとじゃあ多分誰も誰もどのファンの方も多分分からないようないきますよ 待ってね。書くからちょっと待ってください。書けましたよ。いきます。じゃん。反対五回。っていう感じなんですけど、皆さんは反対になってないかな。大丈夫かな。そう。書けこの漢字書けますか。この漢字。書けますか。 難しいでしょえこれ普通レベルなのそうなの難しいでしょそうでしょそうなんですよ。あそうだ待って。いちごの漢字書いてみて OK? じゃあ皆さん皆さん。さん今からいちごっていう漢字書くので。 漢字書けたらあのめっちゃ褒めてくださいめっちゃ褒めてくださいいいですかそうこのコメント嬉しいそうイチ,イチゴ書くので皆さんもうゆえが書けたらすごいって褒めてくださいいきますよわー怖いちょっと待っていちご え英語そんなことないね。いきますよ。え怖い。いやなんかこの前神奈川王のロケの時にあの成田小日ちゃんと奥本かえちゃんとロケ行った時になんかねいちごの農園に行かせていただいたんですけどその時にね見た気がするんですよいちごっていう感じを。そう じゃ行きますえ怖いちょっと待って怖い合ってるかなじゃ行きますせーのどうでしょうかじゃーんいちご合ってますか合ってるかなどう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 ですか いや,やったー。わーい。正解。やったー。すごいでしょ。すごいでしょ。そう、ゆいっていけ,いけるんですよ。意外と。すごいでしょ。そう、実はゆいって天才かもしれないです。 ちょっと皆さんもこれは多分書けないだろうみたいな難しい感じ問題出してくださいもう絶対書けるので書けるとは分かんないんですけど <laughs> 書けるか分かんないんですけど簡単なやつでねバラバラバラ えー、どうしようえじゃあちょっあ待って蝶々はなんかいける気がする蝶々いきました蝶々あの羽がついてる蝶々いきますね蝶々いきますわっと <laughs> ちょっと蝶々いってみます 小栗ゆ,ゆいゆいさんはもうわかりますよえ待ってチョちょうちょ難しいよちょうちょまあ書きますけどいやあのねちょうちょはどこか見たことがある気がするんですよえー、なんかさえじゃあ見たことあるの ちょうちょ見たことあるんですよじゃあ行きますせーのええー、分かんないどうだろうだか,だからだからか虫編みたいなのはついてた気がするんですよどうああ違うかえ違う ちばつ、蝶々ってどう描くの？え、これ違うの？あ、これ蜂だ。あ、なんか見たことあると思ったら蜂の巣ダンスだこれ。そうだ。これ蜂の巣ダンスや。くそー、蝶をどう描くの？みたいみたい。<laughs> え、こう描くんだ。えみ、ちょっと復習しますね。 やっっぱ復習って大事なのでえ、でも虫編は合ってたのか惜しい虫編は合っててここがこうでこうかそうだ納得のいくやつこれだこれですね今日は今日これかこれなのかなるほどねわかりましたもう いやもう学びましたよ、私は。18期の名前書いて。わかった。18期みんなの名前書きます。じゃ皆さんちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、いいですか ?18 期の名前書きますね。ごめんなさい、めっちゃ漢字配信になっちゃってるんですけど、皆さん楽しく見てください。<laughs> ごめんなさい、めちゃくちゃ。 あの漢字配信になっちゃってるんですけどいや待ってでもちょっと待って一旦ちょっと名前は間違えたないから一回分かんないとこ飛ばしますね一回分かんないとこ飛ばしますじゃあ名前順に書きますえっとえっとまず秋山ゆなちゃん いやメンバーの名前はね待って秋山ゆなちゃん秋山ゆなちゃんゆなのなな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 な名名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 名 いや、行くから、行きますよ <laughs>。あー、待って違う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 っと待って。分かるの。えっと、彩るでしょえ、彩るなのよ。彩る。彩るんですよね。え、違う。彩るが分かんないです。あ、見ちゃダメなんだ、ね、これ。待って待って、一旦ちょっと、書くか。5、6、7。 8まで私が最後で難しいなこれで絶対ちょっと分かるメンバーから書いていやもうねメンバーのみんなは分かるかなえっとこっちかと名前順があこうか わあ待って、でも意外とさ意外とさ意外とさえー、なんか成田小ひちゃんと久保ひなのちゃんの名,の名は分かるんですど,どれとどれって二択は分かるんですけどそう。 でも、それが、どっちか忘れちゃったな。あ、これはでもこっちか。いやー、違う。待って。あ、違う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 。これは違う。これは。あー、違うもう。ちょっと待ってい。いけるいける。ちょっと待ってね。ごめんなさいね。えっと、ごめんなさい。めっちゃ時間かかっちゃうんですけど、えっと、 佐藤ゆめみちゃんはねこれでしょさこゆめみちゃん成田かおるひめえっとわーどっちだっけコーヒーコーヒーあのねあのコメント見ないです悩んでるのがあってあのなんだっけ成田こひなちゃんの名と窪ひなのちゃんの名が どっちがどっちか <coughs> いやあそう奈良の中奈の花の中が今めっちゃそう悩んでてもでもなっていういやでもこっちで行くこっちで行きますわ。 はい OK でねあと OK 決まりましたであとあとねちょっと待ってあと一個はあのあれなんですよあの新井さえちゃんの彩る彩る部分のあの彩るが出てこないんですよ待って彩るでしょいやあのねさえちゃんの さえちゃんのあれはいつも見てるからええー。ちっ待ってでもええー、どうしようでも他のねちょっと待ってよ待って一旦ちょっとあれ復習するよ OKOK ああ待ってねそうさえちゃんの X もいつも見てるし あ,あー思い出した <laughs> 来たえいやもう行く行きますはいじゃあ私の書いたやつはこちらですじゃんうわーちょっと間違えたかもしれないけどえっとどうですかじゃんまぁ、あ、ちょっとょ順番に見ていくと。 これが秋山ゆなちゃん、新井さえちゃん、工藤かすみちゃん、久保ひなのひなのちゃん、ええー、さこゆめみちゃん、成田こひなちゃん、八木あずきちゃん、山口ゆいちゃん。さあ、どうですかえのが違うどこ、どこ間違ってますか あの、えー、脳性い,いらないんだ、これ。これえー、お呼びおよぶなってる。えー、そう、いや、迷ったんですよ。そうなんだ。待って待って、じゃあ、服、あと、あとどこ間違ってますかまず、まず、ここでしょうここ違うでしょオッケーここと、あとどこ間違ってるここでしょ 書かないんじゃないえ、ね、くそう、これ思い出したんですよこれこの彩るっていうあのねここの木の部分が全然思い出せなくてそうめっちゃ良かったえ、合ってますかやったえー、悔しいそうか はいよかった待ってじゃあちょっと <laughs> ちょっとだけあのー、復習しますね山口優衣よく書けたねっていや自分の名前ですよ <laughs> 自分の名前は書けますよ久保 ひなのちゃんひなのちゃんひなのちゃんねオッケー。じゃちょっとオッケー。じゃん。 これですねくぼひなのラブ <laughs> さ<あ> <laughs> こ、これだこれだってますよねくぼひなのちゃんくぼひなのちゃんラブだよ <laughs> よくできましたやったゆいゆいさんをかけますよ でもなんか本当にねでもメンバーの確かに名前とか待ってめちゃくちゃさ待ってゆいゆいさんゆいゆいさんちょっと申し訳ないですじゃあいきますねじゃん 小栗りゆいさん小栗りゆいさんどうですかこれはあったよでしょそうなんですよえ嬉しいすごい拍手いっぱいありがとうございますそうゆいゆいさんはもう大好きなんでねわかりますもちろんもちろんわかりますよ ひゆかさんえー、でもそうですねでもうんでもよかったゆうゆうさんはね大好きなのでかけてよかったですじゃあ今度また漢字漢字配信しようかなもう50分になっちゃった そうねはいということでじゃ最後はえちょっとあと NHK 杯めちゃくちゃ話変わっちゃうんですけどあのめちゃ最近絵が得意になったんですよ。そう絵が得意になったのであそう皆さんに披露してもいいですかそう,、ね、そう皆さんに披露します。 はい、いや最近最近あの,あの成田小日向ちゃんに絵を,習絵を習ったというかあのなんか絵を教えて絵をなんかねそう教えてもらったので。 そうですね最近今からお見せする絵はよくそうあのサイン会とかでもよく裏とかに絵描いたりしてるんですけど。 じゃあ、ちょっと。いきますね。いや、本当に最近、自分なりに、A がいきます。せーの。じゃん。これ、自分です。ゆう。へ <laughs>。どうですか。でも、前よりかは。 前よりかはマシになりましたよねそうお目目くりくりにしてみましたどうですかやった素晴らしいもらいましたわーいありがとうございますそうこういうね絵をサイン会の時とかによく書いてて そうです、はい,っていう感じですねじゃあちょっとスクショタイムに行きたいと思うえ今日さやりたいのでまたさ前みたいにさあのスクショタイムのなんか皆さんからの好きなポーズをもらっていっぱいしようと思ってそうもうすぐ終わっちゃうのであ待って。 やっぱ18期嫌なはいということでね写メしていきたいと思いますじゃあまず一旦これねこれを流行らせるためにやっぱ18期やなでいきたいと思いますじゃあみんな写真撮ってください やっぱ18期やなやっぱ18期やなポーズあそうそうこの皆さんこのねちっちゃい図大事ですこれがないともう成り立たないのでこれこの図大事大事ですこれはいこれね これ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 をぜひ一緒にあのはいやらせていきましょうそうなんですよ昨日ねゆみちゃんの配信でこれのことを言ってたのでぜひはい とということでじゃあここからはここからは何のポーズしようかなじゃあ50あと2分ぐらいちっちゃおっかな「人狼悔しいポーズ」え え人狼悔しいもうこれにしよう本当にいいのかっていうね <laughs> すごいなんか面白いけどこれねこれが18違う。<laughs> っていう感じでねこれで <coughs> ブリッコブリッコ可愛い,いポーズってことかこれで撮影会です今 はいっていう感じで他何がいいのかなアンレイムポーズアンレイムポーズアンレイムポーズねこれだ皆さんこれもぜひ使ってくださいライブとか握手会った時にこうやって撮影してください <laughs> アップではいっていい感じで他何がいいかなあめちゃくちゃアップでえー、アップ恥ずかしいけど。 読んじゃったのでやります。あ、待って、やばい、もう五十七分、ね。こんな。多分初めてだ。うん、アップでね。ねはい、取れましたか。 アップ <laughs> っていう感じですっか。ね。はーい。っていう感じでありがとうございました。ということで最後にね、もうすぐで9時になっちゃうので、ランキング読んで終わりたいと思います。また今度やりますね。ポーズ、ポーズ配信、ポーズ。<laughs> ポーズやりますどこだっけあ、これだはい、いきますせーの、13位、キムテツさんキムテツさんありがとうございますはいありがとう、キムテツさんね、たくさんお届け前に来てくれてありがとうございますそして12位、ヨシフさんヨシフミさん今度東京タワー持ってきてきてね持ってきてね、ありがとうございます やばいそして11時上次郎さん上次郎さんすごいおとといとかもお話できて嬉しかったよありがとうございますそして10位 DD 潤さん潤さんありがとうございます出張公園の時も見つけたよありがとうございますそして9位林蔵さん <laughs> ありがとうございますそして8位ナッツさんおやっぱ18期やな嬉しいゴルフしてるありがとうございました そして7位、桃ももちゃん、桃ももちゃん、ありがとうございました。かわいい、見て。そして6位、ゆうきさん、ゆうきさん、ゲーム、ゴルフ、成功したんでしょありがとうございます。そして4位、こあ5位、浩次山本さん、浩次山本さん、ありがとうございます。いつもボード持ってきてくれて嬉しい。ありがとうございます。そ,そして、あ、待って、あ、9時になっちゃった。